日本東京都品川区東品川東品川は東京都品川区の町名。現行行政地名は東品川1丁目から東品川5丁目。郵便番号は140の0002位。品川区東部に位置する。北部は港区港南に接する。東部は東京港を挟んで品川区東足尾に接する。南東部一帯は京浜運河を挟んで、 品川区八潮に接する。南部は東京都道420号サメズ大先生を挟んで品川区東大井に接する。西部は元渚通り、八津山通りに接し、これを境に品川区南品川、北品川になる。東品川は旧来の陸地と信仰の埋め立て地からなっており、住宅、オフィスビル、港湾関連の施設、工場、 頂点などが見られる。東品川2丁目は天王図アイルと呼ばれており、1990年代以降、先端的なオフィスビルが次々と登場した区域として知られる。東品川5丁目は北部の港区港南とともに品川不当の一角を担っているところで港湾関連の施設や発電所が見られる。住宅地の地下は2021年の工事地下によれば、 東品川1の39の2の地点で94万3千円平方メートルとなっている。歌川広重、名所江戸百景より、地域内の王子の様子。下中の神社は、現在の利殿神社。手前の水路は、今では一部を除いて道路になり、背後の海も一部水路を除いて、沖まで埋め立てられている。左下の遊郭は有名な土蔵相模を描いた、ものだとも言う。 リデン神社脇の水路2021年4月1日、現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。町域内を東京モノレール羽田線の線路と、それに並行して首都高速1号羽田線が通っている。ただし、高速の出入り口は町域内にはない。町域内における鉄道駅として、 北東部の2丁目に東京モノレール羽田線、臨海線の天王洲アイ駅が、南東部の4丁目に、臨海線品川シーサイド駅がそれぞれある。他に、町域の西隣を走っている、京急本線北品川駅、新馬場駅、青物横町駅、サメズ駅の各駅が利用できる。大井町駅と品川駅から、都営バス等のバス路線が駅内を通っている。 ありがとうございます。